長尾中華そばは株式会社長中が運営する主に青森県青森市で魚介出しの津軽ラーメンをメインに提供するラーメン店である。長尾中華そばの国に干し日本におけるラーメンの起源は明治末期まで遡るが青森のラーメンも大変に古い歴史を持つ。そのルーツは諸説あるが蕎麦屋のメニューとして中華そばが提供されていたことから津軽そばが ルーツではないかと言われている。津軽ラーメンには大きく分けると二つの流れがある。高町丸、重、原食堂などので提供される煮干し焼き干しを用いた澄んだ醤油スープが特徴の王道系。もう一つは、広崎市の高橋中華そばを源流とした濃厚魚介スープの濃厚煮干し系である。濃厚煮干し系は王道系との違いが多く分かりやすく区別するために、 新・津軽ラーメンと呼ぶ流れもある。長尾中華そばは、この王道系と濃厚煮干し系の2本立てをメニューに初めて取り入れた店とされている。長尾中華そばで提供しているラーメンは、津軽ラーメンには色々な味があるのを知ってほしいというコンセプトにより、伝統的な津軽ラーメンから新・津軽ラーメンと位置づける濃厚煮干し系まで幅広く揃えている。 スープは4種類の煮干し、3種類の醤油を使い分け、それぞれの味を生み出している。製法は2日間かけて、右を作り、3日目にブレンドした煮干しを加えて仕上げる、スタイル。麺はウェーブをかけた、中ブと麺。一番人気メニューは、黒煮干しである。こちらは、濃厚煮干し系だが、バランスを重視した後味となっている。青森県内に5店舗、県外に3店舗などを構える。 実店舗のみならず、全国の物産店や、東京ラーメンショーでも展開、青森ラーメンの知名度工場に一役買っている。長尾中華そばは、町のラーメン屋というよりも、一つのグループ企業として、青森市民からは、非常に高い認知度を持つ。グループを立ち上げ、経営者として取りまとめているのは、現代表取締役かつ、社長の長尾大である。長尾中華そばは、煮干しを、 ガツンと効かせたシーン、津軽ラーメンとして一躍脚光を浴びた。特に2000年代後半、東京ラーメン界に、ラーメンアぎ、博多長浜ラーメン、田中商店の登場で巻き起こった、空前の煮干しラーメンブームに多大な影響を与えた、と言われている。ありがとうございます。